何よあんた、また来たの？今ちょっとあのビートちょうだい。いいよ。俺最近の悩みあるから、それのビートに。どこで？俺普通になってる。いやもう鳴らしといて、うん。俺最近の悩みそのビートに乗せて。やってみよう。うん。いくよ。いいよ。うん、最近いやラップでもね、なんでもないじゃん。最近ちょっとすごい飼いたい生き物いて。生き物。ダイオウトカゲモドキっていう、モドキ？トカゲなんだけど、すごい可愛くて、最近 YouTube すごい見てるんですけど、飼いたいなと思って。でも。奥さん絶対ダメなのよ、トカゲとかが、うん、どうやって説得すればいいか全然入ってこないよトーク。その頃マムシって会ったことないね。うん、マムシってヘビよね。そうだよね。ヘビもさ、なんかこうディスプレイされてたり動物園に行くと可愛いかもなーって思うんだけど、やっぱ野生のとかこうすっごい近くで見るとやっぱ怖いよねなんだろう、爬虫類大丈夫なんだけどね、ヘビだけだね。なんかさ、こうあやつらさ飛んでくるじゃんね、すごくない？あれなんかぐるぐる巻きのまま飛んできたりするじゃない？それが怖いしさ、あと飛んできたらなんか首とか巻きつかれそうでさ、ねえ、ヘビなぁ、ちょ憧れはあるんだけどね、ヘビ年だし。ちょっと言おうか。いやー、でもね、そうなのよ、飼いたいらしいんだよ誰とは言わないけど飼いたいらしいんだよ。そう、でも私はね少しスルーリとね、いやちょっと多かった、私だけで、なんていうの、もしすごいこう数ヶ月家を空けるとかになった時に、もし私だけがお世話しなきゃいけないとかなった時に、だって餌とかあげなきゃいけないでしょう。で、きっとさ、なんか夜中にさ、ゴソゴソとか音がしてさ、蛇だったかとかいうのもあるでしょう。そう、だからね、ニコニコーっとしてそっとしておいてあるの今だからこんな長々話しちゃったの何曲か歌った数時間後。大変だね、めちゃくちゃ可愛かったわ。いやでもとりあえずね、一安心して、はい、よかったなっていう。よかったね、めちゃくちゃ可愛いよ。こう肩に乗せたりすんの？しないね。あ、しないな。まだでも慣れてない、まだ逃げちゃうから。あ、そうそうそう、ストレス与えないよ。奥さんの反応どうなの？めちゃくちゃ可愛いって言ってるよ。あ、そう、あ、よかったね、うん、見てる。うんち知ってたよそこまで教えてくれたの処理はしてる。じゃあもう2人とももうそのあれ見てんの、そのライブの、ね、メロメロですすごいね。何をしてる？サブスクライブ。お父さん、ええ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 